12時ぐらいに「え、明日お昼食べん？」とかって言ってお昼食べ3時間ぐらいだけ見ること会ってきただけ今日は仲良し。あ、海子から LINE 来た。え、タイミングよ、みやっほー、こんばんは、みんな久しぶりだね。前回 2週間前ぐらい、いや、え、でも先週してない、その前の週したかな、ちょっとわかりませんが、お久しぶりです、こんばんは。ビギナーになってない？え、私の知ってる人じゃない人？痩せた？どう？痩せた？晩ご飯食べてない？なんか痩せましたか？痩せたんですかね、これは。このワイン、その皆さんにとびっきりのこのお肉を見せてあげましょう。知ってる人です。なんかさ、このプニプニな、ほら見て、これ揺れる。日焼けした、え、日焼け止め塗ってるんだけど、でも私もともと地黒なので色白じゃないです。この二の腕の二の腕のプルンプルンをさ見せる人っていないよね、この世に。基本的にそう、意外とね、意外と柔らかいのよ。美味しそう、食べないでください。そう、私はなんか皮下脂肪が多くてですね、なので柔らかめとなっております。自分のはもっとプルン、ぜひじゃあプルンプルン動画お待ちし、二の腕プルンプルン動画をお待ちしております。何この、それな、このなんかさ、私のね、会社のね、私がいる会社の社長がね、私が勤めている社長がね、いやすごい、なんかダイエットをされてて、ダイエットに勤しんでて、すっごい痩せられたんですよ。すっごい痩せたの。なんかで、すごいよ、もう痩せましたねみたいな、痩せましたねみたいな話をしてて、でなんか、いや、なんか社長がこれで、いやこれでも骨川すじえもんって呼ばれちゃうよって言われて、ん？だってそれ釜地家が代々呼ばれてきたあだ名ですねって言って、じゃあ兄弟ですねってそう話をしてた。骨川すじ、なんかさ、その時に思ったの、骨川すじえもんって誰が考えたの。なんかさ、昔からそのなんか痩せてる人のこと骨川すじえもんって言うけど、誰か、それをなんかアニメのキャラクターにあったわけでもないわけでしょ。誰、何ダイエットなの、わかんない。でもなんかすっごい本当に痩せられた、めっちゃ家族増えた、そう兄弟増えました。声も映像もない、嘘、え、嘘だ、言わない。うん、あ、待って、キャスターさんくれてる、ありがとう。リオンもありがとう。ラペーシュさんありがとう。色気増した？でもなんかやっぱりなんかメイクとか、なんて言うんですかね、あのなんかもうもろうもろうみたいな、もうなんか持ってけ持ってけ持ってけみたいなのがなんかなくなってきたかも。なんかもういいよ外に出れりゃみたいなさ、なんか大人らしくさ、もうみ、要は25歳の代ですよ。私は24だけど、アラサーの代になったわけですよ。もう落ち着こうぜっていう。でも多分なんか、濃くはない。下まつげマスカラし忘れたな。そうだ、そう、ちょうどいい。ちょうどいい。この世の中で多分ちょうどいい。チュンチュンさんありがとう。キラリンビームさんもありがとう。松ぼっくりさんありがとう。ユッキーナがアラサーはやばい。待って、私のことユッキーナって呼んでたっけ。
あ、待って、てかあれ同い年ん、一個上、あれ一個下、なんだっけ、近かったよね、あれ実年齢は。嘘、そんなこともないですよ。もうお肌が曲がりに曲がってるんで。そう、ま、最近もさ、なんか最近食生活が終わってて、食生活終わりすぎてもうお肌荒れがやばくて、まあ、これはここのねショールームはなんかこういい感じのフィルターでごまかしてるんですけど、なんかニキビ跡とか、昨日そろそろ会いたいなと思ってたところ絶対に嘘、一個上です、ユッキーナって呼んでません、ですよね、ですよね。いや私ってすごいな、よくなんか違和感を感じた、すごくない、この違和感を感じれるこの記憶を褒めてほしい。誰がお肌 S 軸懐かしい、 S 軸ランク得意でした。本当だって嘘じゃない、もう分からんよ、あの分からんけども、そのスンさんの後ろのアイコンは基本的にあの なんかその好きなメンバーのなんか想起させるアイコンなんではないですか、違いますか。顔面だけならマジでドストライク、私顔面ドストライクって言われたことは人生で一度もございません、ありがとうございます顔面がドストライクと言われたことはありません、中身もありません、さよなら、はい、悲しい。私もさ、でも25の代、25の代何、すっかりニヤジョやけど、ちょっと聞いてほしいです。あの私ね、皆さん、私といえばアイドルオタク、私といえばチームエイトオタク、私といえば大成功オタクだと思うんですけれども、あのなんだけど、なんか私そのね、いろんもう昔から、なんかこう誰かを応援するみたいな、あ、声嬉しい、私はね、そうで、いろいろちっちゃい中学生の時とかからこういろんな人をこう好きでいて、恋愛のじゃなくてね、あの最初は E ガールズとかから始まって、で乃木坂とかチームメイトで、それで、ね、私はずっとチームメイトがもう圧倒的に一番好きだったんです。そのファン、今までこんなに熱量で会いに行きたいとか握手会しに行きたいみたいな思える、いやもうみんな行きたい、行けるなら行きたいんですけど、全員にこういっぱい行きたいみたいな思えるアイドルがね、チームメイトだったんですよ。そう、最近さ、その時と同じ感情をニアジョイちゃんに抱いてるの。ニアジョイちゃんがやばい、久しぶりこの感覚、この感情は久しぶりだ、はあ、ニアジョイちゃん、ニアジョイちゃんってなってて、ニアジョイラブニアジョイラブなの。ケンさんありがとう、イエイ、福タンありがとう。いやー、みんな可愛い、ニアジョイを応援したい、ニアジョイを応援したい、ニアジョイが応援したい、応援したいです、ニアジョイ好きです。え、今日聞いてほしい、今日ね、そのジュビロ岩田にね行こうと思ったのよ。でも私一人で行くにはちょっと静岡に一人で行く勇気はなく、サッカー好きの尾上さんもいたんですけれども、尾上さんいたんですけれども、尾上さんちょっと難しくて、で、あの会社の同期でサッカー好きの人がいるんですよ。まあ、その人は横浜マリノスみたいなが好きなのね。でもまあ今回そのジュビロとセレッソじゃないですか。で、え、マジで一緒に行って頼むって言ったら、ダリーよ、静岡までわざわざ行くのダリーよって言われたから、おとなしく
となしくいました。本当はめっちゃ行きたかった、マジで。めっちゃいろんな人に声かけたもん、ね、行ってくれない、行ってくれない、行ってくれないって。うん、男男だっておないないもん。でも私は別にサッカー興味ない、入場にしか興味がないの。でもサッカー好きでしょ、行ってみないって違う違う違う、あれです、会社の同期です、会社の同期。そう、うっちゃんありがとう、いっぱい、イエーイ。送ったのにありがとう、送ってよ。男って嫌だですね、男子同僚、同僚です。そう、お願いって。ちょっと遊ぶか、どこでか。そう、まあでも、そう、付き合って、付き合ってないです、とデートでもないです。え、違う、別にその君はサッカー好きだから君はそのサッカーのチケット払いなさいって言う。ただ一人じゃ暇だから、そう、一人で暇だからちょっとって言ったけど、言ってくれませんでした、残念。何の感情も抱かない男。そうですね、あのこれからもよろしく、仕事よろしくねって感じ。ユーカリン静岡に住んでないやろ、ユーカリン静岡に住んでないでしょ。え、でも静岡別に泊まりとかじゃないよ、日帰り、サッカーを見る、ニアジョイを見る。そうだから、とりあえず残念、いけませんでしたっていう。色仕掛けしてないです色仕掛けしてない。私本当にお友達が少なくて、声かけるってかけて言ってくれそうな人がマジでいなくて、あ、終わった、詰んだってなりました。お茶摘んで、確かにね。でも、もうあとはちょっと最近疲れてて、私がもう体力の限界、24歳体力の限界なので、まあちょっとゆっくりしたいなっていう。だから今日はみゆことちょっとお茶違うな、お昼食べて、そう、もうゆっくり家で。なんかその千代の富士ってワードをさ最近知ったの。そうなんだって、一歳しか違うんだ。いや違う、もうなんか最近疲れて、なんかもう疲れたんですもう疲れたの、疲れてるの、うん、疲れたの。お疲れなの。そう、暑いし、暑いのダメ、暑いの嫌、辰年だよ私頑張ってるんです。これでも一応、これでも、どれでも、疲れた、なんか一回休みたい一回休みたいよ。同じ辰年、イエーイ。アイドルやらない、アイドルは応援するものです、私にとって。アイドルはもうするものではありません、応援するものですでも最近今週とか毎日9時、10時、9時、一個は予定があったから帰ったけど、先週今週っていう、疲れたって感じです
岐阜はちょっと人混み怖いから行けない。でも絶対にこのジョイは行く。何が何でも行きたい。来月発売のファースト写真集？いや、そりゃ違う。その疲れてるからこそおたかつ現場に行く、疲れてるからこそ推しから元気をもらいに行く、そういうものじゃないですか、アイドルってアイドルってそういうものなので、そう、いいんです。そこはおみじょい？おみじょいって何？そうですよ。でも最近は我的には結構頑張ってると思ってる。わかんない、会社の人からしたら頑張ってるかわかりません。私は作業効率が悪くてかもしれないですけど、とかって思われたかもしれませんが、一応頑張っているつもりです。以上、現場からでした。夏ショットね、オミ合格するでしょ。あの子はするでしょ、きっと。わかんない、そんな無茶なことは言っちゃいけないかもしれないけど、きっとするよ。またみんながいっぱい会える機会が来るさ。マオミアミさんありがとう、カラケタポッポさんもありがとう。そう、ニアジョイね、ニアジョイにもっと会いたい。ニアジョイに、ニアジョに会いたい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 。地下の楽しさ、なるほどね。ニアジョー、あいみちゃん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 に会いたいよ。ここは？ここはって何？ここ？ここは？ここはなんだ？え、スペイベの応募締め切りっていつ？あれって何枚ぐらい応募したら当たるかな？ちょっと聞いてほしい。あのさ、みーこと今日お昼食べてたの、なんか和食屋さんでご飯食べてたんだけど、そしたらさ、なんかさ、突然ね、なんか人差し指ダジャララララチャ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 って流れてきて、ん？え、なんか聞いたことあるかね、これ。でも全然ね、またタイトル出てこん。 でも全部歌詞、なんかリズムは分かるの。でチャ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 ルルルルル、あ、これなんだっけチャルルチャラララララ、え、なんだっけとか言ってさ、全然出てこんくて、でサビの200枚ぐらいで僕の太陽じゃんとか言って、でもなんか私僕の太陽出てこなかったのに、え、なんかさ僕隊とかでやってそうな曲じゃないとかって言ってたら僕の太陽だった。僕の太陽がさ、お店の BGM で流れてくることあるんだねって思った。なんかあるんだって、そういうびっくりした。健忘症なんですか、健忘症って。ね、びっくりしたです。それ以外別にかかってなかったけど、そう、こんばんは。やっぱこの間小田さんと会いました。ピンク髪の小田さんに会いました。可愛かった。え、ゆきたん、ゆきたん体調崩したの？ありゃ、うん、マルエツ、ポーチさんありがとう。どこでどっかで、うん、ちゃんと会いましょうって言って会いましたよ。会いました。
写メは載せません。え、なんかそのさ、それ見たんだけど、なんかニアジョイの、え、マジでそう、本当にジュビロ行きたかった。ジュビロニアジョイちゃん、ニアジョイ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 、ご飯行ったよ最近、ちょっと前で、なんか2回目、卒業されてから2回目です。嬉しい、楽しかった。あ、一昨日そう行ったの。そうなの。あ、あいみちゃんの感じ違います。あいみちゃんの感じ違いますね。あの、果実の実です。世界変え場所今ここで、悲しいニュースは嫌だ、流星もずっと君君あミラーボール回る、で幸せになれ。受け取ってハートミラクルアイドル、ずっと思い合いたい。え、なんかさ、あいみちゃんの応援テンポさ、遠くなかった？それ、ミーアイの逆にしたやつ。ちょっとちょっと強引に。みゆこ元気してるよ。みゆこと今日カラオケに歌ったもん、2時間ぐらい。今、私とみゆこはなんか、なんだろう。でもなんか桜坂結構だったかも、今日は。ベスティーニが溢れてる、好きだもん。リサートウィー押したり引いたりして、ずっと夢見るアイドル。It's a center 声の限りさ歌おう、僕のアニメの思い伝わるように。どんな花でもそれぞれだよね。え、ね、推しテンポっていつまでやってんの？芽が出るまでの月日も違う。いい曲。自分がいくつの頃に戻りたいか、記憶のメモリーの合わせ方を忘れた。 Go on back。 終わったんだ。カナティ、てっちゃん、てっちゃん、ぴょんさん、ぴょんず、ぴょんず、ぴょんず、ありがとう。みんなが今ハマってる曲は何ですか？どうも言ったの、いいな。みんな今何の曲にハマってるの？チュレッツトゥイ、チュチュチュレッツトゥイ。私ジャンルがライバーになってるんですか？あ、そうなんだ、知らない。わうわうわー、わうわうわー、ふぅー、なん違う、ふぅふぅ、わうわうわー、わうわうわー、誰にでも言うのみたいなやつでしょ。鬼滅の刃の無限人それ。僕たちはしかかない、燃え盛る旅の途中で出会い、手を取りそしてララララ未来
いのためにふくら坂最高アドアドはうせえうせえうせえあ健康ですキュルンキュルリンしてキュルリンしてじゃないやつでしょなんかちょっと知ってるよあんまわかんないけどうなみなじゃけきなさんありがとうマンホールの蓋の上チュ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 あか私めっちゃ聞いてるから宝島このまま君を連れて行くと丁寧丁寧丁寧に歌うと決めなんだっけ歌うよ爪ざりうれる次のその次のその次の絆の奇跡知らないこのね、あのね、宝島はね、大学の時にね、カラオケでね、友達が歌ってて、私はずっと MV 見て踊ってた、こうやってだからいけるあ、ね、アドの握手会、なんか見た見たみんな、他にハマってる曲ないのか自分が誰も少年よ、窮屈すぎて何も自分に自信がないのか消せらせら今日も唱える限界上とやってみようかあらにょろにょろにょにょろぬるおらいおらい夜よ僕を詩人にするな綺麗事では終わりたくない47か47に今ハマスコらしいホワスコえホワスコじゃなくてホワスピらしいよあれホワスピホワスピホワスピピでしょホワスピサティスファクションみたいなさちょっとわかんないんだけど花は花だれあ STU のかちょっとわかんないな踊れるよ4417の北海道東北関東関西中四国の沖縄みたいなスピーだし Call me, tell me リンリンリリンリンリンリリン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 待って、自業自得のなんだっけ聞いたのに忘れちゃったよ、まだあきらくん高野あきらくんですかリンリンリリンリンリンリリンリン君のテレフォンナンバー67ん57んあれ恋のダイヤルなんだっけあれヘイすすめんぼうじんヘイやっとどるいヘイ誰かを責めるなら死んだほうがいい大辞林何それ辞書辞書じゃないそれ辞書 K-POP アイドルにいてもおかしくないなんかさもう最近の流行ついていけないの You ニャ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 ニ
ゆう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 みたいなさ、ちょっともうついていけない。もう旅行についていけない年らしいよ。アイズアーリーってわかるよ、でもわかんない人とか。うん、わかんない、何が流行ってんですか世の中で。スタートバー、もう一度だ、ドゥル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 、鏡の側で溶けちゃって、ドゥル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 。桜坂大好きなの、桜坂めっちゃ好きなのよ。ランちゃん可愛いよ。チチ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 。みんな推してる、みんな応援してるけど、一応ユーズ、ユーズ推しかな今のところ。ユーズ推しです。もうね、違う、疲れてやけくそなの、もうなんか今疲れた、疲れました。あ、ねねねね、いおりちゃん推しらしいね。いおりちゃん推しらしいじゃん。そうなんです、もう疲れたんです。皆さん私を、私を癒してください。私が癒されそうな言葉をコメントしてみてください、もしよろしければ。ありがとう。あ、一番癒された。一番癒された。その5文字が一番素敵よね。この世の中で一番美しい5文字だと思うわ。今何時？一大事。ウォッチ。今何時？ウォッチ。あ、違う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 。時間切れないです皆さん、すいません。時間聞いてなかったです。え、お給料はまだ来週、やっぱりそうだ、巡り会えたんだ、ずっと探してた人にまぶたの。年収どれくらい？1億。きっちゃん、ありがとう。すげえ、すげえ。うん、嘘です。まあ、世の社会人3年目の給料って感じですか。どうでしょう、その平均よりいいのか悪いのかは分かりません。はい、
花金花金してない。うん、リンゴで言うと2個分。大卒です。大卒なんですよ私って。知ってました？皆さん、私って実は大卒なんです。大卒。クタンありがとう。そうなんです、大卒でフルタンで、そう、理系上、そう理系上、そう理系上なんです。ちゃんとセンター試験と二次試験を一生懸命受けて入りました。二次試験の帰りの日は泣きました、一人で。したら泣いててダメだ、何も解けなかったって思った、覚えてる。関東イベント行きやすいよ。そう受かったの。そう、なんかさ、なんかさ、ね、私さ、私センター試験の2日前にさ、おばあちゃん亡くなってさ、そうセンター試験じゃなかった、二次試験の2日前にひいばあちゃんが亡くなって、おばあちゃんのお葬式出れなかった。悲しい、悲しかった。そうでも受かったから、まあそう、お葬式出られない、試験とどんかぶりだぜって言って、ラーメン、私割と多分歴代 AKB メンバーの中でなんか結構そこ頑張ってる大学だと思う。いや頑張ってる大学じゃないけど、なんていうの、頑張ってる方だと思う、お勉強は。めっちゃ頭いいわけじゃないんですけど、最優秀ではないけど、クロスさんの次くらいかな。クロスさんの次ぐらいかなって感じ、わかんない。そうと思ってる。私は大学とかの名前とか公表してないからあれですけど、あ、バスだといるんだ。そうなんだ。頭良くないんですよ私、でも勉強できないんです、足し算できなくて。掛け算はできるんですけど足し算できなくて。ね、もう捨て、でもあれね、あのね、3問くらいはなんかね、なんていうの、ちょっとあの大喜利問題みたいな、あ、そう、夢は東大でした、嘘です。でも私本当に頭良くないです。そう、ハーバード大学、そうなんです、でも何も勉強できないです。あ、私の見て、私のジャージ、青学とかに、どこがですか。
私はですね、もう田舎の大学が似合います。ちょっと私東京の大学わかんないんです。まあそのさすがになんか早稲田とかなんかあのマーチとかさ、なんか総計上智みたいなはわかるんですけど、あ、そう、マサチューセッツ工科で、そうです、それです。そう、そう、海外、あ、そう、カンカン同率とかね、そうそうそう。神奈川大学あれじゃん、箱根駅伝のやつ。ともきさん、ゆうきさん、ありがとう。どっちかわかんないけど、ありがとう。かい、あ、そう、私カエル大学、そうなんですよ。都会の全然ない、田舎が一番お似合う、田舎が似合う大学生ナンバーワン。小池さん、小池みなみさん、よし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 、よし、満足。あ、小池百合子さんですか。ね、あのさ、あのさ、私政治がわからないの。政治がわからないんです。政治と、あと、なんか、ニーサーとかさ、株とかさ。とか、まず株式会社って何みたいな。いや、株式が何っていうのはなんとなく分かるけど、違う、株なんなん、どういうことやねんってなっちゃう。そう、分かんない。保険もね、私ってね保険入った方がいいの。ゆうきさん、ありがとう。ゆうきさんなのね、振り仮名ありがとう、助かるわ。てるゆきさん、ありがとう。え、なんかわかんない、その民間保険みたいな。民間保険はさ、入った方がいいんですか。私は共済は入っとる、共済は入ってます。岡山県民共済みたいな。生命保険、そう、わかん、誰が教えてくれんの、そういうのって。誰か教えてほしいよ、保険。そう、もしも、そうなんですよ。あとね、あの、私なんか最近さ、ここが甲状腺が腫れているかもしれないって言われたんです、健康診断で。3年連続言われたんです。甲状腺がちょっと大きいかもって。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。え、個人年金って何。個人年金が分かんない。個人年金、そう、バセドウとかさ、そういうのあるよね。でも、まだ大丈夫かなってな、もしかしたら言っといた方が安心かもなって言われた。イデコはでしょ、イデコは引き出せないやつでしょ。イデコ引き出せないやつって聞いたよ。病院といえば、岡大病院。
ニーサはやってる、一応積み立てニーサ。私ね、健康診断オール A になったことがない。でも私バカは風邪ひかないって言うから。そう、病院、病院来たかな。でもまだ始めたばっかりにさ、チャット GPT に聞いてくれたの？ありがとう。注射は別に最近はいけるよ。じゃあ行ってみようかな、病院。え、わかる？私と一緒、毎回痩せすぎでそう C 判定になる。検査、検査しよう。マッサージに行きたいです。今何時？1対1。19年組集めてライブやってよ。厳しい厳しい厳しいよ。集まるのかな。マッサージで、疲れてるの。きっちゃんありがとう。スリさんもありがとう。胃カメラしてない、飲んだことない。集まらなそう。なんか自由人が多い気がするから、でも思うに全員集め、全員というか集められるとしたら私が動くしかないと思う。ユーカリと殴り合いの喧嘩したことないです。胃カメラ、胃カメラって何歳からやるべきなん？ユーカリンと喧嘩したことないよ。多分てかまとめ役というか、わ、なんて言うんだろう、一番みんなと連絡取れるの自分、私だと思う多分。来週、あ、そうそう、なんかさ、レミなんかさっきさ、お母さんとお父さんとお電話してたのね。電話してて、で、そう、レミにこの間会ったんだよっていう話してて、そう、で、レミにもテレビ出よんって言われたから、レミたん、来週初披露だよって、絶対に見ろよなって言っといた。そう、こんばんは、あれ久しぶり、ゆういちろうさん。あ、サイン会。CDCD か CDTV ね。そう、そう、ミクはどうなんだろう最近の。この間連絡取ったけど元気って。久しぶりに話した。あ、そうなの。塩原さんとあれでしょ。
ゆうきさん、ありがとう。レッドブルさん、ありがとう。んギャル、24歳のギャル。アンレイム、あれ、あのアンレイムのあの曲いいよね。ジャララ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 ラマジで私さ、あのね、振り返ったの、人生、我の人生を振り返ったんですけど、なんか小学校の時に仲良くしてた子、仲良かった子、まあ何人かいたりして、今でも仲良くもいるんだけど、今でも今にでは仲良くない、仲良くない子、仲が悪くなったわけではないんですけど、もう疎遠になっちゃった子とかで、なんか初めて、あ、私の初めてのプリクラはあれだったなみたいな、そう振り返ってたわけですよ。そしたらさ、私がさ小4、5、6とかで仲良かった子、そういえば中学で全員ギャルになってて、なんかだから私話せなく、なんかもうパンツ見えてるみたいなギャルくらいスカートの短いギャルになってて、で別に会ったら普通に、あ、やっほーみたいななるんだけど、別に遊ぶとかはあんまなくなって、私もさおかしい、でもさそこでさギャルに一緒になってるさ可能性がさあったかもしれないのにさ、私一個もそのさ危険が一個もなかったわけ。危険、ギャルが悪いわけじゃないよ、悪いことはしないから、何ギャルになるその選択肢の道が現れたことがないの、周りをギャルになってんのにないんですよ、私なりかけたこともなくて、そうなくてって感じ。うん、そう、でも仲良かったの私といえば、私といえば、マジね、真面目まして感じ。最近ウィンクできる同級生で結婚した人いるよ、いるよ、いるよ。今からギャル、こっち本当に曲がらない気づいた、ウィンクも研究したの。ウィンクできる人ってさ、この上から上まぶたが下がるんですよ。でもウィンクできない人ってこうやってやるんですよ。どうした、このさ、この上まぶただけを、上まぶたを閉じるって方法ってないんですか。そう、私まだ右はね、右はほら、なんか右はさ、ちょっと遠目から見たらさいい感じに見えるんだけど、本当に左は、こっち左なんだけど、左の顔なんだけど、左は本当に左はどう頑張っても切っちゃう、ありがとう。じゃ左ってどうやったら、どう頑張ってもさできないの、どうしたらいいの。ほっぺを閉じようとしちゃダメなんでしょ。
ってこれで片目開ければいいんだ。これできない、無理だ。でもウィンクってアイドルじゃなかったら必要ないよね。アイドルでもなくても生きていけたし別にいいんだよね。こっちできない。ウィンクを披露するから、披露したいからだよ。ウィンクできない。以上です。現場からは以上です。誰に、世の男性に、もうあの街歩きながらこうやってやるから、もうそこら空いてて。こうやってやるから、街でウィンクされたことある？すれ違いざまに。そんな経験ある人いますか？メンチ切ってない。ちょっと待って、なんかさ、え、ここ日焼けしてない？ここから日焼けしてるわ、ね、カエルか。ここ色白に見える。ありがてえ、色白。ここカエルか。半袖で仕事してる。でも私さ、ノースリーブが似合う女になりたいんですよ。ノースリーブが似合う。そう、ここ柔らかいんです。このお脂肪が詰まっておりまして、ここね、お脂肪が詰まっておりましてですね、セロトニン。そう、ノースリーブが似合う大人の女になりたい。でもさ、こうやってやったらさ、なんか野球男子みたいな、なんかさ、いない？なんかさ、みたいなさ、なんか男子でさ、あみたいなさ、ゆるくない？なんか私あのタイくんの時にさ、あのちょっとここちょっとなんていうん、ここちょっと重ねたかった。なんか重ねてる男子に憧れて重ねてた。重ねてる男子が好きとかじゃなくて、重ねてる男子を見て私もこれやりたいと思ってちょっとやってた。これあのソルト男子が好きとかじゃないんです。これにここに憧れてたの。わかる？これやる人いるの。タトゥーないです。見えないところにあるかもしれません。見せるわけないです。でも最近河内ゆきの24歳にしてお腹出しを覚えました。お腹出しを覚えましたです。もう今まではなんかもう、ああお腹
腹冷えちゃうよって思ってたんですけど、でもあのなんか最初からこうなんていう、最初からここがパーンって開いてるんじゃなくて、あの何パーンって開いてるんじゃなくて、ちょっとこうちょっとこうピッてやるとチランみたいなそういう感じは覚えました。そうカルバンクラインなんて持ってないです。うん、そう24歳にしてデビューしたんです。よろしくお願いします。何目的？ファッション目的？ただのウエストマジで締まらなくて、私ウエスト逆に緩すぎて困った。え、でもなんか世の中みんなお腹出してるから、私もお腹出してこうと思ったんです。そう、そうみんな出してる。え、で意外といるよ。よし、え、マイカちゃん活動再開だって。ねえ、センターフラグじゃないか。佐々木舞香。そう、イコラブのマイカちゃん。でも私はとりあえず小沢あいみちゃんに会いたい。小沢あいみちゃんに、小沢あいみちゃんに会いたいです。小沢あいみちゃん、え、ね、早い、びっくりした。なんか周年復帰かなとかなんか思ったりとかしたけど、はい、夏美は2番目に好きです。2番目に好きです。いや、のいみちゃんと一番好きです。はい、夏美も会いに行きたいです。でも今は小沢あいみちゃん、いや今ニアジョイのモチベが高すぎて認知もらえてないと思うよ。まだそんなお金持ってないので。そう、じゃあなんか私の中で殿堂入りがいて、殿堂入りは ODA さんなわけですよ、小田さんなわけです。殿堂入りで今もっと今この世の中の中での最推しがあのリーダーなんですよ。そうで、そしてもうニアジョイというグループも大好きで、でもあのノイミーちゃんも大好き。ノイミーちゃんはもう推しがナゴシャンで、なんかイコラブはなんか最近このなんかイコラブってなんかこの子を推しっていう概念ではないなっていうことに自分の中で気づきまして、なのでイコラブはイコラブを、あのね、私がいつも友達と話すすごい分かりやすいようで分かりにくいような感じかもしれないんですけど、なんかニアジョイはチームメイトなんですよ。チームメイトみたいになんか応援したい、この子たちをと一緒になんか進んでいきたい、応援したいみたいな気持ちに なれる。でなんかドイミーはなんかって感じなのね。なんかで、なんかイコラブちゃんはなんかありがとうございますって感じなの。伝わる？
これが伝わる？この気持ちが伝わるかい？エリナ様はもう殿堂入り兼フレンズです。だからなんかニアジョイちゃんはなんかこう応援したい、応援応援応援したい、私に応援させてくれって感じなの。でなんかね、ノイミーちゃんはなんだろう、もちろんみんな応援したい、応援したいんだけど、なんかこうキラキラ青春を見せてくれて、なんか眩しい眩しいよみたいな、なんかでこうか風って感じ、風が吹いてる感じで、イコラブちゃんに関しては素敵な素敵なパフォーマンスありがとうございます、いつも最高の見せていただいて、素敵なものを見せていただいて感謝感謝って感じ。そうという感じです。伝わる？これで伝わったでしょう。ドハマりしたよ。いやでも全部尊い、全部尊いよ。でもね、でもマジで言いたい、チームメイト好きだった人ニアジョイ好きだと思うんだチームメイト好きだった当時のチームメイト応援してた人ニアジョイにハマりやすい気がする。どうしてグループカラーでもチームメイト青だもんな。なんだろう、私がそうだからでもなんか私はそのニアジョイちゃんにチームエイト味を感じてるんですよ、なんとなく。まあでもなんだろう、なんだろう、なんだろう、なんでしょう、なんだろう、暑さ、曲の感じとか分かんない。そうだよね、私のおかげでイコノイジョイのファンになった人っていっぱいいるよね、結構。なんか雰囲気とか、なんかみんなで行こうみたいな感じとか似てるか、なんか雰囲気、なんだろう、そうが思うので、あくび痛い。曲調から、まあそれはいろんなパターン、各グループいろんなパターンの曲出すから似て、なんたら似てるというかいろんなパあるけど、コンセプトが違う。なんかさ、あとなんて言うんですか、そう、あと私それこそイコラブちゃんのとか歌とか青春をなんて言うんですかね、我は青春、まあイコのイジョイちゃんは私の代わりに青春をしてくれてるのでありがとうっていうのあるよね。ちょっと恋愛のソングあんまり共感できないものもあったりはしますね。そうなんです。世界変えましょうディグダグダ。でもなんかニアジョイちゃんについていきたいって思う。ニアジョイちゃん好き、ニアジョイちゃん好き、ニアジョイ好き好き、ニアジョイが好き。おお、恋愛の神様です。我は恋愛の神様です。何でも聞いとくれ。
全会場全通、全通とかしてみたい。でも私、私ね、私はね、あの貯金が減るのが一番怖いんですよ、この世の中で。貯金が減るのって怖くない？え、みんなって貯金してるの？貯金減るの怖いんですよね。もうなんかボーダーを超えたくない、ここから減りたくない。例えば最初0円からスタートしました。で10万円貯まりました。そしたらそっから5万円まで使ってちゃうんですよ。もう一回なんか10万って10万をもう超え、結果より減らしたくないんですよ。で例えばその後次20万貯金できたら、もう20万以下にはしたくないんですよ、みたいな。なんかそうで50万貯まったらもう次から50万以下にしたくないみたいな、50万以下になるのが怖いみたいな、そういう感じで思っちゃうんですよ。お金ないの怖いみたいな、そうなっちゃう。ケチ？ケチって言われた。いやん、ケチかもしれないけど、そうでも使わないとと思ってもうちょっと使ってます。ここ最近は今自分のために使わなくてどうするんだと思ってちょっと使ってます。昔よりは全然結構な量使ってるの。 AKB 時代はマジモンのケチモン僕買うお金ないって言って、ZOZOTOWNで安い順から探さないといけないの服を。もう 安い順で探すんですエヴァ、エコラブに行きたい。そう、配信終わろう。そうだからね、お金がたんまり、お金が欲しいです。タンプレとかあげたことない、基本的に家にいたけどカツカツだったんです。あでもなんかあのもやしとか、もやしとか、まあ、米はもらってたですから、これ米を食べてましたね。セール、うどんとか、そう貯金、お金が欲しいです。貯金を、でも最近はちょっとお給料よりお金を使いすぎちゃうので気をつけますって感じです。最近も自炊できてなくてもう無理なんです。自炊は諦めました。自炊は最近は諦めてしまってます。なんか最近旅行行ったりとか、なんかグッズ買ったりとか、ライブ行ったら、あのこう月で今月の給料に対する支出をさ見るんだけど、マイナスやんってなった。2ヶ月ぐらい連続でって旅行とライブ行きすぎた。はい。でも貯金はその自分のボーダーをから減ってなきゃ大丈夫なんで、そう貯金ができんかったっていう、そうそれだけです。はい、以上ということで終わります。13位カラキダポッポさんありがとう。12位ケンさんありがとう。11位マオミアーミーさんありがとう。10位ユウイチロウさんありがとう。9位フクタンありがとう。8位ブッチャンありがとう。7位松ぼっくりさんありがとう。6位ラベーショさんありがとう。5位チュンチュンさんありがとう。4位ユウキさんありがとう。3位レッドブルさんありがとう。2位テルユキさんありがとう。1位キッチャンありがとう。ということで、じゃあ皆さん、私は皆さんのことを呪いたいと思います。ありがとうございました。またの引き換えに。イエーイ。バイバイ。
バイバーイ。